ちら佐賀競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アメージングレース好スタートを切りました。ストリートブルーム、ちょっと出遅れ、ダッシュよく飛び出してアメージングレース花に立ちます。その後ろからはマイネルクリフ、この馬も上がっていく構えです。さらには河内立て男、9番サンディチェリー、その後ろでは前の方からアメージングレース先手を取りました。カリスタシュクル、それに続きますサンディチェリー、すぐ後ろ、この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。では前の方からカリスタシュクル先手を取りました。その後ろからはアメージングレース、その隣にフラシャトル、マイネルクリフ、それに続きます河内立て男、この位置です。その隣にブライアンズロマン、その外にコンサートボーイ、ピンクの帽子、マルカ一休、その後ろ月福王、それに続きます。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。6番カリスタシュクル、依然として先頭サンディチェリー、すぐ後ろ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ6番カリスタシュクル、まだ粘っています。サンディチェリーほとんど差がありません。フラシャトル、3番手河内立男、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭変わりました。先頭はアメージングレース、あと 200m、 先頭はアメージングレース、残り 100m、 アメージングレース粘る。一気にコンサートボーイ、コンサートボーイ、コンサートボーイ、1着、2着にはどうやらアメージングレース、これが地方の実力だ。コンサートボーイ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってマイネルインズ、あと 200m、 先頭はノーザングルーム、マイネルインズ必死に追いすがります。マイネルインズ追いすがります。ノーザングルーム先頭だ。ノーザングルーム、ノーザングルーム、1着、2着にはどうやら河内大王、見事に勝ちました。ノーザングルーム、河内大王、2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った、飛行機雲、飛行機雲、先頭、2番手はサイレンス鈴鹿、残り 200m、 飛行機雲先頭だ。残り 100m、 サイレンス鈴鹿さらに突き放します。2番手は飛行機雲、サイレンス鈴鹿、今ゴールイン。
段違いの強さです。サイレンス鈴鹿1着、2着は桜シャレード、1番人気に応えましたサイレンス鈴鹿、見事です。